ドムルトンでーす。今回はバルキリーのカメラが絶対に壊れない違法行為風なポジションを紹介していきたいと思います。これね、このポジション結構紹介したことあるんだけど、これ作り方を教えたことないんです。これどうやってやるかっていうと、このコピー機の真上だけ壊すの。真下の基板を壊さずに上だけパンチすると、あれどこだ、失敗した。あ、ほら、もう隙間見えるだろ。この隙間で相手が入ってきたのと、プラントと、あとこれもう一つやばいのが、外をスキャンすることができるんだよ。だから障害物越しに相手をウォールハックして、カメラで相手をスキャンすることができるっていう超強すぎる技なんだよ。 e スポーツ、これすごいですよね。超 e スポーツ感じでしょ。もうなんかもうハッシュタグゼータウィンって感じ。いや、もうめっちゃ強いんですよこれ。でもこんなんずるすぎだろ、違法じゃねえのかよとかね。いや違うな、これマジ違法行為風だから、これギリ合法です。たまにね、俺がなんか動画で違法行為風っていう風なね、なんかこう動画を出すと、たまになんかみんな勘違いして、違法行為は合法ですかっていう風なね質問が来るんですけど、あの違法行為は違法です。あの勘違いしないでください。あ、何でも許されると思っちゃダメですからね。あの違法行為風ですから、なんかそういう風に見えるだけで、これギリ合法です。全然なんで、皆さんそこだけはね勘違いしないでください。だって、ね、ちなみにね、あれこれいる、もしかして敵。あ、これちなみになんだけど、これ自分でカメラ見ちゃ意味ないからね。うわー、ちょ、なんで死なないの。危ない危ない、ガバったかと思った。これちなみに自分でカメラ見てウォールハックするのはこれダメです。まずこれ準備段階としてカメラを置くで、2つ目に味方が死ぬのを待ちます。エストラキマイ、はい、これ味方死ぬのを待つんですよ。これ俺がクズなわけじゃない。あのこのゲームね、味方簡単に死ぬんですよ。ただ拠点にいるだけで、もうなんか30秒広告1個流れてる間に2人死ぬぐらいの勢いで、はい、敵溶けてくんですよね。味方が、味方が溶けてくんですよ。だからこれ待つんです。で、死んだ味方にカメラを見させる。あ、クレームあんね。はい、これマジック。メルト本当にグリッチ使ってるみたいな感じなんですけど、いやこれ種明かしようか、マジすごいだろ。あ、ちょ、右手折れた、やばい、ちょ、完成させるな、右手のエイム、うんちうんちっちだったわ。これなんでクレイモアね引っかかんなかったかっていうと、あれなんだよ、クレイモアを置いてある側にあのカニ移動するとギリ当たんないんだよ。で、振り返った瞬間に起爆するっていうトリックができる。これやばいだろ、ガチで裏技、ワザップだよこれ。もうそう、カニカニ歩くだけ、クレイモア側にカニカニ垂直に歩くだけ。はい、あと一人だね、マジ強いから。もう無限に味方スキャンしてるでしょ、キピンとか立てまくったりするんだよ、バルカメで。これマジ強いからね、もうほんと続きブラックアイ。あ、そこ死ぬのまずい。うわあ、入ったね、入ってる、分かってる。いやでも多分ね、俺右に行ったと思ってる、あいつ。あえて左に隠れることによって死角になる。大変側だこれ。はい、当たない。これやばくないか。俺置き方まではね結構バレたくなくて教えてなかったけど、もう教えます。これマジ強いっす。今日こういうのいっぱい紹介するわ。これね、高層ビルでマジで強いポジションだよ、カメラポジション。この電球の中の縁にこれ乗せる、くっつけることによって、これね、ほら、あれ何も見えないんですよね。もしかして皆さん期待しちゃいました？うわ、今日は使えるポジションを教えてくれるんだ、期待しとこう。何騙されちゃってるんですか。やっぱこれ悔しいですよね。ゼータのお問い合わせフォームはどこでしょうか。いや、待って、分かった、ごめん、違うんだよ、恥ずかしくてちょっと挑発してただけなんで、これ設置位置間違えただけなんですよ。1回目今頑張ってつけてる。じゃ、ここじゃないんだよね、あのなんか分かる、中の縁なんだよ、この銀色の。これやるとバルキリーのカメラの青いライトが消えるんだよ。来た、これです。で、このカメラ分かんないっしょ、これカメラ見ても青い光が消えるし、あの敵に絶対バレないカメラポジなんだけど、で、これ重ねはすんだよ、何、あの、あれと、この C4 っすね。これで拠点でずっとなんか股間いじくりながらカメラを見て、敵が通った瞬間に起爆ボタンを押すだけで確定1キル取れる、あのマジで強いやつ。俺が競技心引退する前にあのやってた技。皆さんもう納得しましたか。おつえってなりましたか、ちゃんと。あ、そういうことか、メルトンって股間いじくるタイプの e スポーツプレイヤーか。
や違うから、本当にそういう感じに納得しないで。だからそれ表現じゃん、本当にいじくるわけないじゃん。だからもう本当に何もしなくていいですよの究極系で股間をいじくりながらでも倒せる。だからもう何もしなくていいの究極系の表現なんだ。本当にいじるわけないじゃん。もう俺がマジでいじってたら、あ、ごめん適当っちゃったなっちゃうから。はい、いじってるわけないじゃん本当に。真面目に競技新時代はこのカメラを見ながら起爆ボタン冷静に押してました。はい、クールにねこの技決めてます。それではね落ち着いて股間をいじります。ここでメルトン選手股間をいじります。あ、ダメだ、冷静になんなきゃ。本当にマジで適当にやってても取れるから、本当にいじってないっす。やめてください、そういうこと言うの。やりますよこれ、マジで起爆ボタン押すだけで、これ敵からはバレないし、これね死んだ後も効力がある。味方が死んだ後、味方にこれカメラスキャンしてもらうんだよ。もうめっちゃ強いからね。さあ来い、俺が起爆ボタン押してやる。まあ、失敗したとしても大丈夫。あ、でもここら辺で敵あだからリロードしながら来るから。じゃあダメだ、あいつ思考盗聴してる。はい、ここで相手詰める。でもみんな死ぬだろ。そうすると暇人の人たちがスマホをいじいじしながら俺の監視カメラを見てる。ほらいるね、ピン絶対ずれてるだろ。ほらピン立ててくれんだよ。バルカメ超強くない？俺のこのカメラの賜物なんだよ。はい、これもうほらみんな分かった、これがカメラの玉々なんだよ。これもう賜物、めっちゃカメラ強いだろ。この置き方超強いからね。わあ、何この戦術、頭悪そう思ってるやつらな、意外とすごいからな。やってみたら分かる。あ、これ絶対このツール来るわ。やべ、玉切りした。ちょっと待って、絶対このツール来る。頭悪い戦術だと思うなよ本当に。俺のこと頭悪いキャラと思わないですよ。いて、あぶない。俺意外と頭いいから。というか俺別に頭悪いキャラでも全くないんですけどね。なんかみんなにさコメントで言われたんだよね、前回の動画で。なんかフューズの爆発音を使うと知能が低下するみたいな、相手の知能が低下するみたいな動画上げたら、まるで相手が 3×3 が9ってわからないようだみたいな感じ言ったら、コメント欄でみんなに、いやメルトンが 3×3 を9っていう知ってることに驚いたみたいな感じ言われて、俺どんだけバカだと思ってんのみんな俺のこと。お前のせいだ。よし、もう適当にね、ぶつけたわ敵に。治療する。はい、言われました。なんでですかね、俺そんなにアホだと思ってるんですか皆さん。あ、やだこれドンピで。いやこれ機関銃はちょっとリロードタイミングわかんねえから帰る。絶対向こう行ったな。あ、ちょっと待って、これ俺自身がフロストマットになることってやればこれ絶対勝てる。フロストもいることだし、俺がフロストマットになれば勝てる。いやこういう時はデザートイーグ一発80ダメージぐらいあるからね。適当に封じました、わかんないっすね。ほらこれで勝てるから。ね、あ、ちょっとバルカメ全然適当に設置しちゃったけど、まあこういうこと。とにかくフロストマットだったら勝てる。皆さんもう上のアイコン見てわかると思うんですけど、もうアルニを使っています。ママー、なんでこの人アルニ使ってるの？これはね、地下のオレゴンでバルカメを設置するポジションがなくてネタが切れてるからよ。はい、紹介してるそこの主婦違うから、マジで適当なこと言ってんじゃねえぞ本当に。これどういうことかわかるか。バルキリー取られたからです、味方に殴り倒したいですね。はい、そういうわけではなく、それも嘘です。はい、もうちょっとこんがらがるから、いや普通に説明してくれってなってると思うんだよ。もうちゃんと言います。これね、補強フェイクできる。これマジで動画これで1個作れるなと思ったんですけど、いやもう無理やりやるわ。なんとこのゲームぶっ壊れちゃったんですけど、なんだっけ、補強壁が補強される直前までやると相手に補強壁を締め切った音が聞こえるっていうバグがあるんですよ。あっぶね、死ぬかと思った。7しかねえし、グレ飛んできたし。あっぶね、え、ツゾン2覚醒吐けます。え、ちょ大丈夫ですか、ちょ味方この補強を締めたと勘違いさせて遊撃出る裏技ですね。ちょっと失敗するかもしれない。この HP7 だと俺もう死ぬかもしれない。ちょっと待ってな、帰るふりすんじゃん。ほんでちょっと残してやるかと思って、これキャンセルするんですね。キャンセルすると敵は締め切ったって言うんですよ。というか音聞こえるんですよね、締め切った音が。なぜか
大丈夫、この電話は勘違いしてる。拠点の中から聞こえてるって絶対勘違いしてる。敵部隊が爆弾を発見。いや、絶対バレてないね、これ。絶対バレてない。怖い。はい、これです。皆さん見せるでした。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、補強フェイクと最強のバルカミポジやってみてください。ほんじゃ、メルトンでした。バイバイ。